品川区にある鮫洲運転免許試験場の新庁舎が完成し、報道陣に公開されました。今月13日から通常業務を開始します。鮫洲運転免許試験場の旧庁舎は1960年代のもので、老朽化のためそのすぐ横に新庁舎を建設しました。新庁舎は1階から3階が運転免許試験場、4階から9階は警視庁の運転免許本部となっています。学科試験で携帯電話を使ったカンニングが相次いだため、学科試験室には今月中旬には全国で初めて電波遮断装置が設置されます。また講習室にも大きな特徴があります。小さい子供を連れたお母さんやお父さんが一度退室をしなくても受講することができます。それが全国で初めてだというこちらの母子コーナーです。赤ちゃんが泣いても声が外に漏れにくく、そしてスピーカーも設置されているので、お母さんたちは安心して講習を受けられるんです。鮫洲運転免許試験場には年間およそ32万人が訪れるため、業務がスムーズに進むように現在試験コース場を2階建てに改築しています。1階は大型車、2階は普通車と二輪車用で、延べ敷地面積は2万5000平方メートルと従来よりも 1.5 倍ほどの広さとなります。新庁舎での通常業務は今月13日に開始し、試験コース上は2016年春に運用を開始する予定です。